始めさせていただきたいと思います。本日は、晴れました。昨日雨でしたけど晴れました。はい、心配されました。天候の方もやや回復の兆しでございます。どうか今日と明日の2日間この桜祭り、盛大に開催されますように、念じて、簡単ではございますけれども、私からの皆さんに対する感謝とご挨拶ということで開催していただきます。祝辞第15回八木桜祭りの開催、誠におめでとうございます。八木地区自治連合会中久保会長、八木観光協会三浦会長をはじめ関係者の皆様には、日頃から本日お集まりの皆様方のますますのご健勝を記念いたしまして、お祝いの言葉ご挨拶とさせていただきます。令和5年4月8日奈良市長中川源大統領でございます。実行委員の皆様をはじめといたしまして、関係者の皆様に、感謝を申し上げつつ、両日の盛会と皆様のご健勝をお祈り申し上げております。令和5年4月8日経済安全保障担当大臣、科学技術政策担当大臣、衆議院議員高市早苗。はい、皆さんこんにちは。ちょっと寒いですが、これもですね、一つ皆さん方の心を引き締める良い日ではないかと思っております。良かったです。雨は降らなくなって桜はなくなりましたけども、心に桜がいっぱい咲いております。それでは開会宣言をさせていただきます。今日明日第15回八木桜祭り、皆さんと一緒に楽しみましょう。よろしく。
うわねえ。ただいま紹介にありました第二新歌劇場向井が盛のメンバーでございます。防御と攻撃を同時に行うという技術がありまして、通常はこう横に避けて外すとこういう形になるんですけども、構え、こて、こて、肩、肩、肩、面、構え、肩、肩、腰、胸、足、引き棒、1、2、3、胸、肩、面。構え。こんにちは。今ご紹介に預かりました、諏訪で新歌芸流の稽古会をしております三好明信と申します。ありがとうございました。
さん、今日は大変な日でしたね。楽しくもあり、また大変なあられやなんかが降った日でもありました。でも最後までこのようにしてですね、店の皆さん、それから出演者の皆さん、残っていただいて最後のフィナーレまでいただいて本当にありがとうございます。明日はもっといい天気になってですね、たくさんの人がおいでになります。明日もまたですね、この会場でわんさと楽しいヤギウの桜祭りを行いましょう。皆さん本当に今日はありがとうございました。これで終わらせていただきます。